はい、皆さんこんにちは。バルーンアーティストトシです。今日はこれを作ります。はい、パタ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 。はい、これですね、羽ばたく、ボールですね。はい、遊びます。はい、これを作っていきます。はい、よろしくお願いします。はい、では作っていきます。ピンク260のピンクをの先端を5センチぐらい残して膨らませます。そして、16センチを作ります。16センチをもう一つ作ります。はい、で16センチをもう一つ作ります。3つ目。はい、でもう一つ作ります。4つ。はい、16センチを4つ作ります。で、最初の口巻き部分を今ひねったところに絡めます。はい、こんな感じです。はい、でまた16センチを作ります。16センチをもう一つ作ります。はい、16センチ2つ作ります。そして、こっち側に絡めます。ここですね。はい、ここに絡めます。で、残りは切り落とします。はい、こんな感じですね。ここからスタートして1,2,3,4 個作って、で、1,2 個でここに絡ませました。でですね、さらにピンクをですね、もう1本、追加します。先ほどと一緒ぐらい、先端5センチぐらい残して膨らませてください。で、それを、先ほど最後に、絡めたところですね。どっちだったかな？こっちか。こっちですね。こっちに、絡めます。はい。絡めますね。はい、こんな感じです。で、16センチを作ります。16センチ。もう一つ16センチ。はい。16センチを2つ作ります。そしてですね、ここを持ってきて、はい、今ここからスタートですね。 1,2 って持ってきたら、この1つ隣に絡めます。ここの1つ隣に絡めます。はい、こんな感じです。ここに絡めます。で、また16センチを作って、ここに絡めます。16センチを作って、で、ここに絡めますね。で、また16センチを作って、今度こっち、ここに絡めますね。はい、ここに絡めます。で、また16センチを作ります。16センチを作ったら、今度ここに絡めます。で、また16センチを作りますね。16センチを作って、はい、16センチ作って、最後はここに絡めますね。ここに絡めて、はい、絡めて、残りは切り落とします。はい、こんな感じですね。はい、これだけでもポーンってして遊べることは遊べます。ポーンと、はい、ラウンドの 12S ピンクですね。これを中に入れた状態で、膨らませます。で、膨らませたら、どっかここら辺に絡めます。で、どこでもいいです。絡められるところです。はい、こんな感じです。で、これだけでももう重さが変わったので、ちょっと遊ぶときに何か感じが変わります。はい、ハート 6S をですね、膨らませます。どのくらいかな、12、3センチ、15センチぐらいかな、15センチぐらい膨らませます。
で、根元で結びます。はい、これを、2つ作ってください。もう1つですね。大体一緒ぐらいに膨らませますね。はい、で結びます。はい、2つ作りますね。はい、これをですね、先ほどの、ラウンドの結び口はここにありますね。ここにあります。ここにありますね。で、その、横にここと、ここにこことここに絡めます。はい、こことここですね。はい、こんな感じですね。これでもう完成です。はい、で、こうポンポンとするとこのハート部分がですね、パタパタパタと鳥みたいに羽ばたきます。いきますね。パタパタパタとこういう感じに。はい、でですね、ハートがない方ですね、ハートがない場合はツイストで作ります。はい、こっちありますけど、ここまでは全部一緒の作り方なんですけど、このちょうど羽になる部分、ここをちょっと作っていきたいと思います。はい、和紙ですね、先端を12-13センチ残して膨らませます。はい、で、16センチを作ります。16センチで2個作って、たらこへりつきます。でですね、最後、13センチぐらい作ります。で、これをここに持ってきて、中に入れます。はい、で、残りは、少し残して切り落としますね。はい、でこっちももう一回しっかり、絡めてください。で、この、ですね、13センチの部分を16センチの間に挟みますね。はい、こんな感じですね。はい、これをですね、ここに絡めるだけです。こうやってですね、こっちとこっちですね。はい、で、完成です。はい、これも、パタパタパタってなります。はい、いますね。これパタパタパタ。はい、はい、こんな感じです。はい、羽ばたくボールですね、ぜひ作ってみてください。はい、それじゃあバイバーイ。バイバーイ。